ット離れでわずかに覗いた3号艇の前田でしたが、内を抑えるところまではいかず、1、2、3、4、5、6、ゆっくりと枠番通りの進入へと収まっていきそうです。5日間シリーズのサンケイスポーツ杯はいよいよ4日目の終盤戦、ここから準優勝戦のスタートとなります。まずは1つ目の準優は第10レース、絶好枠を手に登場となりました1号艇の内山文則。今シリーズは浜の子の看板機の一つでもあります2号機を引き当てました。その1号艇内山文則の陰線、すぐ奥に2号艇の西村勝が流して続きます。前方さりげなく5号艇の二橋学がボートをつけていまして、二橋はスローに向けるんでしょうか。前田は定段の奥でボートを流していまして、前田このまま行くと4コースあるいは5コースになってしまいます。二橋が3コース、前田翔太は4角になりました。5コース4号艇の矢野蓮司。再アウト6コースに6号艇の多田雄介。並びが入れ替わって二橋、動いて3コース、1、2、5、ダッシュが3、4、6。並びが変わったことがレースにどう影響するか、10レース1つ目の準優勝戦、スタートまで10秒を切りました。インコースから1番、2番、5番、3番、4番、6番です。準優勝戦の10レース、スタートしました。2コースと4コース、西村、前田がわずかにコーススタート。しかしインから1号艇の内山、まずは先に待っていく。西村は2コースから切り込んでいく。二橋も差しに回った。3号艇、4号艇、6号艇がみんな外を回りながらバックスレッチへ入っていきました。2コース、おーっと、煽られた。3号艇、前田、アクシデント。先頭は2号艇の西村勝、2番手の争いは1号艇、5号艇並んでいます。準優10レース、スタートは正常でした。お知らせです、3号艇の前田翔太失格です。2マーク2番手は5号艇二橋が先に回りますが、これを指していきました1号艇内山文則。内山の指しが入っています。先頭西村、2番手が内山、二橋3番手。上位体系は2対1、5、4番手が4号艇矢野、最後方5番手が6号艇の多田です。2周目に入っていきました。先頭が2号艇西村勝、西村が先頭、そして2番手1号艇内山文則、5号艇二橋学が3番手。上位体系は2対1、5、候補2艇が4番6番と続いています。2周2番からホームへ帰ります。先頭は2号艇西村勝です。西村が先頭、続く2番手のポジションには1号艇内山文則、3番手は5号艇二橋学。体系は2対1、5、4番手から後方は4号艇矢野と6号艇の多田の順に続いています。レースは最終周回へと入りました。再び自己艇とレスキュー艇を避けながら最後のバックへ入っていきます。先頭は2号艇西村勝、2番手には1号艇内山文則、3番手が5号艇二橋学です。体型は完全に固まりました。2対1、5、後方2艇が4番6番。なおこのレースは3号艇の前田翔太失格です。最後のホームストレッチへ、上位体系が2番、1番、5番と西村勝、内山文則、そして二橋学でまもなくゴール。先頭2番の西村五輪、続いて2着は1番の内山です。3着は5番の二橋五輪、その後ろ4着が4番の矢野、ラスト5着です6番の多田五輪。